はいどうもコミです。さて本日はこちらの GS さんからですね動画をお届けしたいというふうに思います。で GS さんからはですね、普段タウンホール11、12の、動画をね中心にお送りしておりまして本日も、そのタウンホール隊のアタックになっております。でですね、テーマは、ゴレネクロボーラーですね。これを、中心に見ていきたいというふうに思います。で、ゴレネクロボーラーってですね、まあ、いわゆるドバッとこうね出すような印象があるんですけども実は、その村選びだったり、クエイクやジャンプの打ち方、ユニットの出し方、こういったところで結構ポイントがあるなというのをですね、自分なりにこう、ね、この GS さんのアタック、見てる中で気づくことがあったんですね。なんでそれを本日はお届けしたいということで、タウンホール11、3本、12が2本という形でお届けしていきたいというふうに思います。そうですね、まずは、やっぱりこのアタックといえばジュンさんですね。このジュンさんのアタックからいきましょう。で、まずですね、ざっくり、全体の流れから見てほしいんですけども、この戦術っていうのは、タイミングを測って、呪文をね、まあ、レイジを打つとか、ユニットを出すとか、そういうことがあんまりないというのが特徴なんですね。まず最初にクエイクを打って、ポイズン、ジャンプをかけて、ここですね、ユニットを進軍、させるための準備を整えてます。で、一気にゴーレム、ボーラー、ネクロマンサー、この順番でドバドバドバッとこう出していって、そのまま一気に押し切るんですね。で、最初序盤、ネクロとボーラーがたっぷり残っているところで、相手の防衛援軍、あとはアーチャークイーン、さらにレイジをかけて、2本のこのインフェルノタワーですね、マルチインフェルノ、これに迫っていきます。で、トームですね、トームの間に、きっちりとマルチ2本を折れるように仕組んでいってますね。見事です。で、ここで見てもらってわかるのはですね、左右中央にユニットが散らばってるんですね。こちら側、右側にもユニットがこういう風にいるし、まあ中央は当然いますよね。で、こちら、三次が反対側、左側にもネクロとボーラーがいる。こういうような形の、サンドイッチみたいな構造を作るんですね。中央の部隊を両側からサポートするような、こういう3層の構造を、キープしながら、さらにユニットは全部こう、わかりますかね、それぞれの戦線が横一直線に進んでいるんですね。なんで、どっかがこう、こんな風に突出しちゃったりとかも、こんな風になったり、こんな風になったり、こうとはしないんですね。きっちりとまっすぐで進んでいる。今、ここがそうですね。戦線になってますね。こんな風に。面で押し上げるという形を作るんですね。で、これをじゃあどういう風に、作っていくのかというところが多分一番気になるポイントかなという風に思うので、まあ、そこに関して、本日はですね、中心に解説をしていきたいという風に思います。で、詳しいところはですね、まあ、2本目、3本目、4本目と順次、こう、アタックを見ながら、一つ一つこうですね、新しい、その、ま、自分の気づきみたいなところっていうのをこう、お話ししていきたいと思いますので、ちょっとですね、1本目は、ま、ザクッとこう、全体見てもらいましたけども、最後まで見てもらってからですね、この1本目ってじゃあ、この後話す理論、に当てはめたらどうなのかなというところを、見直してもらってもいいかなというふうに思います。でですね、もう1本はこれから行きましょうかね。プサンのアタックかな。違うな。ごめんなさい。間違えた。いいのか。プサンですね。はい。すいません。ちょっと順番がね、いろいろあって自分なりにすいませんでした。これもそうですね。ちょっと変化系になってくるんですが、天才を使って攻めていきます。で、天才を打つ場所っていうのは、ここですね。ここ。こことここを潰すんですね。で、潰してからドバッとこうユニットを出していくんですけども、見てほしいのはですね、この村、今ここに天才を打って、これからまあバスターで、このイーグル方角まで壁に穴を開けていくんですけども、隙間がいっぱいありますよね、この村って。隙間がいっぱいあるので、はい、こうなった瞬間にですよ、こうなった瞬間に、壁を無視して、壊せない施設っていうのは、イーグル砲だけだっていうのがわかるでしょうか。今もこれ同じですね。ゴーレムを出してからターゲットを取って、ボーラー、ネクロの順でドバッと出していきます。で、ネクロマンサー主に、こっち側ですね、両脇にこう流すように出していって、中央はゴーレム、ボーラー、あとは、突破兵器、ウォールバスターですね、の舞台で、ガツッとこうですね、攻めていくような格好になっていってます。で、ここでボールバスターによって、中央のイーグル砲の角に穴が開いたので、こうなると見てもらいたいのは、施設、これ全部、壁の外側から打てる状態になってますよね。
ユニットがここからこう入り込みさえすれば僕は全部打てるよと、打てますし、まあ、外側からこの辺も打てるし、まあ、なんならこっちからもこう打てるしみたいな感じで、あのこれ以上壁を壊す必要がないという状態を作っちゃうんですね。あの言ってる意味が分かりますかね、ちょっとすみません、変なのが出ちゃいましたね。あの言ってる意味が分かりますかね、その壁を壊しながらネック棒を進めようと思うと結構な確率で多分失敗しちゃうんだろうなと思います。まあ、自分も何度か使ったことがあるんですけど、壁打ってる間に、例えばウィザードの塔なんかがあったら、ウィズ塔にこうスケルトンがやられちゃって、で横にあるアチャ塔からネクロ本体が撃たれちゃうとかいうようなパターンっていうのが、まあ、頻繁に起こるんですよね。なんですけども、今回のこのプサンのアタックも、さっきのジュンさんのアタックもそうなんですけども、壁をクエイクなり、ジャンプで、ケアした後、村全体を見渡して壁を壊さなければ、破壊できない防衛施設がないという状態が作れるかどうか、これがめちゃくちゃ重要なんじゃないかなというふうに思います。リーズ一発アーマシですね。お見事すぎるナイスアタックなんですけども、もう一本ですね、温泉ゴッドさんのアタック見ていきましょう。下の方になりますね、28番だったかな。はい、ごくいきましょうか。これもそうですね、この村見てもらうと、ね、結構ですね、壁の中に施設が、いっぱいあるように見えるんですが、実はみんなほぼ壁の外から殴れちゃうんですね。まあ、正面殴れないのはこのインフェルのイーグルを、あと、このウィズ島ぐらいですかね。あとみんなこういうところから、壁の外からどっかしらからこう殴っていきますよね。はい。で、そういう状態にしてある村なんですけども、これにまずはクエイクで真ん中を落としていって、はい、ここですね、イーグル砲に関してはもう壁が壊れちゃったんで、これはもう全然ケアすることができなくなってますよね。壁で守れなくなっちゃってる。でそのままじゃあ次どっから攻めるかっていうと、こっちの面から攻めるんですね。こっちの面から見ていきましょう。ジャンプの呪文を当ててからゴーレム、ボーラー、ネクロです。はい、ジャンプ当てますね。ここにジャンプ当てたんで、このマルチインフェルノ、これに壁の効果っていうのがもうつかなくなりましたよね。ジャンプで超えちゃうんでマルチインフェルノが、打てる。そうなるともうあらゆる防衛施設が一個も壁によって阻まれることなく壊せるんですね、このボーラーネクロ部隊によって。でこういう風になってくると、もう止めることができないというね、まあ、すごい状態が出来上がるんですけども、序盤にしっかりとトームを当てていって、ユニットの数が残っているところで、やっぱりマルチインフェルノ、あと相手の防衛軍ですね、これを叩いていきます。で、2つ目重要になってくるのは、このユニットを出す面なんですけども、これね、どういう風に考えるべきかっていうと、例えばですよ、あのこっち側から出したとしましょうかね。そうすると終盤に、敵の効果力と当たっちゃうっていうのが分かると思います。ここにマルチインフェルノが2本あったじゃないですか。あったので、終盤にこれをケアしなきゃいけない、おまけに、ジャンプの呪文を2個使わないと壁の中を飛び越えていけなくなっちゃうんですよね。例えばここにジャンプ一発こう使ったとすると、こっちにもジャンプ使わなきゃいけない、非効率ですね。でそういうような非効率さがないような、まず面を選ぶということ、要はジャンプの呪文、クエイクの呪文をなるべく少なくして、村全体にユニットが届くような、ユニットの攻撃が届くような、形を作れる面を選ぶ。でその上でかつ、序盤になるべく高火力帯と当たるようにする。これすごく重要です。で本日ですね、タンポール13もあればぜひそこも痛かったと思うんですけども、まあ、やっぱりですね、あの過去の、ジュンさんのアタック、まあ、ボンコスのボンクラなんか見ててもそうなんですけども、あのネクボを使うときにはぜひ、ね、皆さんちょっと注意してみてもらえたらと思うんですが、序盤に高火力帯を必ず殴ってます。タンホールとかですね、ギガインフェルノを折っちゃうとか、あと透析器を折っちゃうとか、そういうような格好を作っているっていうのが、おそらくこのジュンさんのアタックの特徴なのかなというふうに思います。でですね、ここから先はタウンホール12ですね。今お話ししたジュンさんが2本前回取ってくれてるのを、それ見ていきましょう。ですね、これですね、まずは4番見てみましょうかね。はい、今の話で、クエイク8枚ですね、これ見るとしたらどこから攻めると見ますかね。まあ、多分選ぶ面は2つか3つに、迷うところだと思うんですけども、クエイクをまずここに打った、で真ん中ですね、まあ、そうすると必然的にここからこう入っていくって感じになりますね。でマルチインフェルノ3本、まあ、非常にネクボには厳しい、
インフェルノタワーの配置にはなっているんですけども、さあそこでゴーレムをしっかり出して、すべての防衛のターゲットをしっかりゴーレムレベルで取ってからのボーラーですね。ちなみにこうすることによって、ネクロを先出ししちゃうと、迫撃砲とかのダメージをネクロが受けちゃったりするリスクがあるんですけども、それがなくなるというところですね。でやっぱり相手のタウンホール、防衛軍、マルチインフェルノ、この3つを同時にトームで破壊していくんですね。このトームがめちゃくちゃ重要です。でこうすることによって今のこの高火力帯をユニットが無傷で突破していくことができるので、終盤多少不利な防衛がこうあったとしてもですね、そこを数の力で押し切れちゃうんですね。でこのやっぱりパターンもそうですね、すべての防衛、イーグル砲も含めて全部ネクロマンサーの攻撃が届くような位置に、ありますので、まあ、こっちもそうですね、壁のちょっと この溝なんかとかアジャトも叩きにくそうに見えるんですけども、後ろから回り込んでるネクロ、こいつらが叩いてくれますね。でもって今のこのイーグル砲に関してはこんな風ですね、はい、ネクロマンサーが叩いてこれを壊していくというところです。まあ、ネクロが叩いてくれさえすれば後ろからグランドウォーデンがついてってますので、グランドボーデンも一緒にそれを殴ってくれるから、まあ、そんなに時間がかからずに破壊することができますよね。でこういう形で壁の中側を全部砕いてしまったら、あとは外周に流れている部隊のお仕事始まりというところですね。一気にネクロマンサーボーラー部隊が両脇からこう、おし、もうすりつぶせいというやつですね。よくボンジューさんが言ってるのはすりつぶせいですね。あれをこうやっていくわけですね。で一気に残った施設があれよあれよという間に削られていくということになります。この攻めでも気持ちいいですよね。やっぱりなんかジュンさんがいるからか GS の皆さんこれを使う方が多いんですけども、私もちょっと本格的にタウンホール11とかで使ってみようかな。なんかボンコツのボンクラでね、実はもうすぐ12に上げようとして着工中なんですけども、まあ上がる前に使ってもいいし、上がってから使ってもなんかいけそうですね。ぜひこういう形で自分も学びたいですね、ジュンさんとか GS の皆さんからですね。さあでこれなんかもう完全にわかりますよね。今の話でいくとどこの面から攻めるかっていうと、はい、クエイクですね。てかもうこれ壁にこう隙間が空いてますもんね。こうなってきちゃうともう、はい、ジャンプの呪文を打ってもうなるべく最短でタウンホールにリーチできるようにしますね。これジャンプないと両側にこうユニットが、おっとごめんなさいユニットが両側にこう流れていって、こう流れていってしまうので、ジャンプの呪文はすごい大事ですね。まっすぐ進めるという意味で、でゴーレムでちゃんと全部のターゲットを取ってからボーラー、ネクロマンサー、レイジの呪文を当てて一気にトームで、この防衛援軍と、ギガテスラを破壊していきます。やっぱここが最重要火力の、防衛になるので、もう序盤に破壊するということですね。残った防衛見てみるとシンクルインフェルノが2本になってますので、これはもうネクロマンサーの部隊には何も怖くないですね。中盤から先は、バーバリアンキングがフィストを発動していって、さらにここから、キングが竹取り役をしながら後ろからネクロマンサーアーチャークインで押していくという形ですね。なんとなくこの部分これ残っちゃいそうに見えますけども、まあ、実際確かに中央からは打てないんですね。ここはだけども両脇から流れてきているユニットっていうのがここをしっかりとケアすることができますので問題ないですね。壁の向こう側でこれ壁つながってないんじゃないのと思うかもしれないですけども、見てほしいのはこんな感じですね。はい、これまたやっぱりもう最終的にはもうすりつぶせ理論ですね。両側からこんな形でユニットが迫っていって、最後バーバリアンキング、アーチャークイーン追い詰められて残念ながら陥落という形になっていきます。どうですかね、ゴレネクロボーラー、皆さんもこれ使ってみたくなりませんか。自分もちょっとやってみたくなっちゃうようなね、もう素晴らしいアタックばっかりなんですけども、残念ながら失敗がね、ないんですね。皆さん上手いので。ちょっと今度、自分がやった失敗とか、まあ、カンクラメンバーも今ね、この攻め練習してる人がいるんで、ちょっと申し訳ないけど、その辺の方のね、アタックっていうのも、まあ、失敗例として挙げてもいいんですけども、まあ、尺もね、15分ぐらいこれできてますんでね、本日はこの辺で終わりにしたいと思います。で、最後まとめるとですね、ポイント、まず、ジャンプの呪文、クエイクの呪文を使って相手の防衛施設がすべて、ネクロマンサーの攻撃で届くように村の壁を破壊ないしは、解除していくというのが1点目で、2つ目っていうのは火力がなるべく高いネクロマンサーボーラー部隊が苦戦するところから攻めていくというところですね。で先にそこをトームを当ててさらにレイジもなんなら当てちゃって壊していってから、あとは、そのトームの無敵時間中に蓄えたユニットたちで一気に中盤を押し切っていって終盤も惰性ですね
というような形を作る。この2つにやっぱりですね、特に注意をしていくことによって、このゴレネクロポーラっていう戦術の安定感だったりとかが生まれてくるかなと。で、まあこういうように壁にこう隙間がね空いてるのは、こういう配置っていうのは今言ったようなその壁の作りっていうのも、要は壁の外から、攻撃が届かないような施設っていうのがもうほぼほぼなくなっちゃうんですね。今回で言えばここぐらいじゃないですかね。ここぐらい壁でしっかり囲われてるのって、でまあ中央のここもそうか、うん、この2つぐらいですよね。だからここのところっていうのを、今ジュンさんはきっちりと、ジャンプの呪文と、クエイグの呪文で処理していって、やっぱり中央がこう、ね、ユニットで壊せるような形を作ると。で、最終ここの角に対しては当然手前側っていうのは、中央部隊が、後ろ側は横から来た部隊がこう潰すようなね、こんなような形を作っていったってことですね。この村の壁のクリアの仕方、あとは面の選び方、ぜひですね、このアタック参考にしてもらいながら試してもらえたらなというふうに思います。前回撮ってくれたら嬉しいです皆さん。はい、というところでですね、本日の動画を終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日この辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。